プログレス M-19M はロシア連邦宇宙局が2013年に国際宇宙ステーションの補給のために打ち上げたプログレス補給船。NASA や JAXA ではプログレス51、51P 等とも称する。プログレス改良型としては19機目であり、シリアル番号は419番であった。プログレス M-19M は M-16M から M-18M までの3回で利用された急速解放方式ではなく、2日間かけて ISS とランデブーする方式で打ち上げられた。プログレス M-19M は 365kg の燃料、50kg の酸素など、空気 410kg の水などを搭載しており、1540kg のスペアパーツ、化学実験物品、 その他の補給品などが搭載されていた。プログレス M-19M は2013年4月24日10時12分にカザフスタンのバイコヌール宇宙基地1号発射台からソユーズ U で打ち上げられた。軌道への投入は成功し、プログレスは計画通りソーラーアレイを展開した。しかし、クルスドッキングシステムのドッキングと接近に利用するアンテナ1について、 予定時刻での展開に失敗した。プログレス M-19M の無事のドッキングを祝う、ビノグラドフ、ハドフィールド、ロマン・ロマネンコドッキング部から離れるプログレス M-19M、2013年6月11日プログレス M-19M は4月26日12時25分に、ISS のズベズダへのソフトドッキングを達成し、12時34分には、 しっかりと結合した。クルスアンテナの一機の展開の失敗で、ロシアの管制室から、クルスの接近に制限を無視するソフトウェアのパッチが転送された。また、クルスの失敗の場合に備えて、ロマン・ロマネンコ、パーベル・ビノグラドフの2名によって、手動の取るシステムの操作も準備された。自動ランデブーとドッキング操作の手順の最後では、ISS と、 プログレスに搭載されたクルスシステムが利用され、ISS のカメラを通して技術者にアンテナの良い映像を与えるため、ドッキング速度は普段よりも遅かった。ドッキング中、ISS とプログレス M-19M はカザフスタン中国国境上空 420km ほどの位置を飛行していた。第35次長期滞在の乗組員は後日、プログレスのハッチを開けて、 中に入っている。プログレス M-19M は2013年6月11日にズベズだからドッキングを解除し、ドッキング解除によって次に予定される欧州宇宙機関の ATV-4 アルベルト・アインシュタインのためにドッキング部を開けることとなった。M-19M はドッキング解除後に独自の軌道に投入され、1週間のレーダープログレス実験が行われた。 レーダープログレス実験の目的は、以前のプログレスで行われたものと同じく、エンジン噴射に近する、宇宙船の周囲の電離層環境の密度、大きさ、反射率の調査であった。実験中 M-19M は、イルクーツクのロシア科学アカデミーシベリア支部の太陽地球物理学研究所によって追跡された。レーダープログレス実験終了後、 プログレス M-19M は6月19日13時53分に TD-80 主推進システムの S5.80 エンジンで軌道離脱噴射を行った。M-19M は大気圏に再突入を行って破壊され、14時40分頃太平洋に没した。ありがとうございます。